ジェームズ・ブライエン、ジム・コミー・ジュニアは、アメリカ合衆国の法律家。2013年9月4日から2017年5月9日まで7代目、アメリカ連邦捜査局長官を務めた。2002年1月7日から2003年12月15日まで、ニューヨーク州南部管轄連邦検事であった。その後2003年12月9日から2005年8月15日まで、 アメリカ合衆国司法副長官を務めた。コミーは司法省のナンバー2として日常業務を担当した。2003年12月にアメリカ合衆国司法副長官としてコミーはジョン・アシクロフト司法長官が自らを忌避した後、親友でありかつての同僚でもあったパトリック・フィッツジェラルドをイリノイ州シカゴの連邦検事に任命し、フィッツジェラルドは プレーム事件の特別弁護士となった。2005年8月に司法省を去り、メリーランド州ベテスダに本拠を置くロッキード・マーティンの法務担当責任者及び上級副社長に就任した。2010年にはコネチカット州ウエストポートに本社を置くブリッジウォーター・アソシエーツの法務担当責任者に就任。2013年初頭にはブリッジウォーターを去って、 ニューヨーク市のコロンビア大学法科大学院で上級調査研究員を及びロジャーハートグフェローに就任した。彼は2013年7月まで HSBC ホールディングスの取締役であった。1960年12月14日にニューヨーク州ヨンカーズでブライエン・コミー及びジョアン夫妻の間に誕生しニュージャージー州アレンデールで成長した。彼の父親は 企業の不動産管理を担当し、母親は家事をしながらコンピュータコンサルタントを務めた。コミーはアイルランド系であった。アレンデールのノーザンハイランズリージョナル、ハイスクールに通い、卒業後はウィリアムメアリー大学に進学、科学と進学を専攻し1982年に卒業した。彼の卒業論文は自由主義進学者。 ラインホールド・ニーバーと保守的テレビ連動し、ジェリー・ファルエルを分析し、一般的な行為に対する共通の信念を強調するものだった。1985年には、シカゴ大学、ロースクールを卒業、ホーム博士の学位を得た。ロースクール卒業後に、コミーは、ニューヨーク・マンハッタンのジョン・ M ・ウォーカー・ジュニア裁判官の初期として働いた。次に、 ギブソンダークラッチャー法律事務所のアソシエート、弁護士として働いた。1987年から1993年まで、ニューヨーク南地区の地方検事であった。そこでは、刑事局の副責任者であり、ガンビーの一家の卒業支援した。2013年9月に、コミーは、バラク・オーバマ大統領によって7代目、アメリカ連邦捜査局長官に任命された。 2016年10月28日にコミーはヒラリー・クリントンのメール問題について捜査の再開を明らかにした。2016年アメリカ合衆国大統領選挙の投票日の目前であり大統領選挙に介入したとの批判を浴びることになった。彼の2016年アメリカ合衆国大統領選挙での役割で特に公衆通信に関するものは非常に議論の的となり、 クリントンのドナルド・トランプに対する選挙敗北の要因とされている。2017年5月9日にドナルド・トランプ大統領より連邦捜査局長官を解任された。解任理由として2016年アメリカが州国大統領選挙におけるロシアの干渉に関する捜査も取り沙汰されているが、後日トランプ大統領は解任理由として 目立ちたがり屋で組織を混乱させていたことを挙げている。2017年6月8日にロシアゲートに関してアメリカ連邦捜査局のジェームズ・コミー前長官はアメリカ上院情報特別委員会の公聴会で証言した。コミーは席上でロシアがアメリカの大統領選挙に干渉したことは疑いはないと述べた。ドナルド・トランプ大統領から大統領自身が 捜査対象ではないと公表するよう要求されたが、そうすると捜査状況に変化が生じた時に内容を訂正する義務が生じる可能性があるため公表しなかったと説明している。トランプ大統領がコミーに対して大統領への忠誠を求めたことには、行政機関において FBI は伝統的に独立した地位にあるため不安に感じたと説明した。 大統領との会話の内容を詳細なメモに残した理由をトランプ大統領が嘘をつくことを恐れたためと説明した。大統領から彼はいい奴だ。捜査から手を引くことを望むとの発言は捜査中止の命令ではないが大統領の指示だと受け止めたと発言した。2018年4月17日にアメリカ連邦捜査局長官時代の回顧録。 エイハイヤーロイヤルティを出版した。多くの予約が入ったことで、初版段階で85万部という売り上げとなった。ありがとうございます。